から先が撮影禁止っていうことなので、じゃあバイナラー。はい、ということで、ソアリンの方は、プレーショー以降のところについては撮影禁止となっておりますので、ここからはスライドショーを簡単に作ってみましたんで、それをベースに話をしていきたいと思っております。ネタバレですんで、見たくない人はここでもう切っていただいた方がよろしいかと思います。はい、まず最初、プレーショーを見まして、泣きそうになりました何が泣きそうかっていうところがですね、まず一発目、プレーショーのエリアのところにファルコさんの肖像画があるんですよ。油彩画かなんかわかんないんですけども、普通に肖像画かなって思ったら急に動き出してですね、そこでファルコさんがいろいろと解説をしてくれるんですね。それがすごくびっくりしまして、なんや急に動き出したぞみたいなね。で、その横にアレッタの、銅像かな、銅像かなんかがあるんですけども、それも動き出してですね、銅像自体はそこのままあるんですけども、銅像からシルエットだけが動き出してですね、画面上というか壁中を動き回ると。壁の方にはですね、他ファルコさん以外の、絵画もいくつか設置されてましてですね、で、そのアレッタが動き回ると同時に周囲の絵画も動き回ってですね、例えば気球の絵があったりするんですけども、それも動いたりとか、タンポポが、花だったのが綿毛に変わったりとか、いろいろありました。それら全体がプロジェクションマッピングになってまして、なので投影されている画面ですね、壁なんですけども、そこから後ろを振り向くと分かるんですけども、プロジェクターが2台設置されてまして、そこから投影されているのが分かりました。で、映像自体が終わってもプロジェクター自体はずっと投影されたままなんで、おそらくその壁自体は何も描かれてないんじゃないかなと思うんですよ。描かれてなくてずっとプロジェクターから投影されているものが急に動き出す、ゆえにファルコさんの肖像画から動き出すまでの区切りがないんですよ。画面の切り替わりがないんですよね。普通な、例えば壁に何か描かれていて、そこからファルコさんが動くシーンはプロジェクターに切り替わるっていうような感じだと、何かしら切り替えるタイミングって見えるじゃないですか。それがなくて、すごいシームレスな動きなんですよね。なのでおそらくずっと投影されてるままだと思うんですよ。そこがすごい感動しました。で、最後の方はもうなんか、すごい、これ何も、本当に語彙力語彙力問われるようや、本当言葉にできないぐらいの感動を覚えました。で、そこから整列エリアに行くんですけども、整列はいわゆるドリームフライヤーって3台あって、そのうち1列に3列になってそれに乗るんですね。3列が整列エリアの方で形成される感じになってまして、1列2列3列ここに並んでくださいみたいな感じで、まず事前に並ばされるんですね。で、そこの整列エリアにもプロジェクションマッピングが設置されてまして、そこでライド中の注意事項などが説明されるんですよ。で、ここに書いてるようにカメラ撮影禁止のアニメがすごい面白くてですね、カメラによる撮影は禁止ですっていう時に、その投影されてるのはイラストなんですけども、そこのイラストの中の人物が蛇腹のカメラ蛇腹のカメラに三脚つけて持ち込もうとしてるんですよねそれがすごく面白いです。そして整列エリアのプロジェクションマッピングが投影されるところの壁ですね、そこの壁がメディテレーニアハーバーの丘のイラストあるじゃないですか、ファストパスのところに描かれている、そこの360度の絵が描かれてるんですよ。それすっげー感動しましたね。なのでメディテレーニアハーバーの丘の左手の方に切り立った山があるんじゃないかっていうような想像はしてたんですけど、まさにありましてですね、なんかエレベスとかっていうぐらいな切り立った山があるんですよアルプスっていうか、ほんとね、急に真っ白な、いわゆる万年雪で包まれたような山、切り立った山がそびえ立っててですね、どんな地理関係やねと思いましたけどね。で、そのまた左の方に行くと海があったりとか、結構だから小さいエリアにいろんな地理要素が凝縮されてるような、そういった前景でしたね。そこむっちゃ撮りたいんですけどむっちゃ撮りたいんですけど、ほんと我慢、ほんとなんていうかね、こう全体通して我慢の連続ですよね何も撮れねえっていうねっていうのが大変でした。
さあ、そしていよいよ本編の方に入っていくんですけれども、まず本編の方は、まあ、当たり前なんですけど新築の匂いがしましたそして、機材は上海で見たのと同じっぽかったですね。その僕は上海しか知らなくて、他のあのアメリカの方は知らないんですけども、大体なんか似たような機材、まあ多少アップデートはされてるとは思うんですけど、似たような機材だったと思います。で、飛び立つ瞬間の不和感が心地よいのは、あの本当これあの言葉で説明するの難しくて、乗ってみたらわかるんですよ。なんかカチャンって言って留め具が外れるような音がするんですよ。そうするとふわーっとドリームフライヤーが浮かび上がって、映像が始まるという、そんな感じで、そこの瞬間がすごくね心地よいです。で、映像そのものはですね、まあいくつかシーンはあるんですけども、物体ギリギリに飛行するのが迫力あってですね、これあのツイッターで流れてきたんですけども、これ全部 CG じゃなくて実際に撮影してるらしいんですよね。で、例えば万里の長城で撮影しているところなんですけど、ヘリコプターの先端にビデオカメラですね、多分設置して、それで建築物ギリギリのところを飛んでるんですね。すごいなと思ったのが、よく許可出たよねっていう事故ったら終わりやんなみたいなね、すごい映像でした。そして、画面ごとに匂いも感じられるんですよね。まあ、ちょっと僕あんまり鼻ってよくなくてですね、例えばアフリカの草原で動物が走ってるところだとはなんか草の匂いがしたらしいですけど、そこはあんま感じなくてですねわかりやすいのはインドのタージマハルですね。タージマハルのところでは紅茶の匂いがするんですよ。そこはよくわかりました。で、これもソアリンあるあるだと思うんですけども、ドリームフライヤーは3列あるんですね。3列のうちで、そのセンターに座るとすごく画面は綺麗に、まあ、どっから見ても画面は綺麗なんですけども、歪みがないんですけども、両サイド、右と左のサイドから見ると画面が歪むんですよね。まあおそらくこれ投影するスクリーンの関係だとは思うんですけども、歪んで見えるので、例えば東京の方にはなかったんですけど、上海のところではエッフェル塔があったんですよ。エッフェル塔みたいな、ああいう塔ってまっすぐ立ってるんですけども、それをソアリンの右端左端の方から見ると、こうそうグニャンって歪んで見えるという。で、東京の方は東京の夜景として東京タワーが出てきてたんですけども、東京とはあんま歪んでなかったな。まあでも歪んでるのには変わりはなかったんですけども、エッフェル塔ほどの歪みはなかったって感じでした。そして東京オリジナルはディズニーシーの夜景と花火という感じで、ミラコのところ、いわゆるシープラですね。シープラからミラコを越えてメディテレーニアハーバー、そして火山の方に向かってぐーんと流れていくような映像でした。で、最後火山のてっぺんあたりに花火がどんどんどんと上がって終了と。いった感じです。で、火山の上を通るのでバックステージ見えるんじゃないかと思ってこう見てたんですけど、さすがにその辺はきちんと処理されてて見えない感じになっていました。ということで、ソアリン上海で1回乗ってるんで、まあそこそこの感動かなとか思ったんですけども、改めて感動しましたやっぱ飛び立つ瞬間とか飛んでる間とか、やっぱりね迫力映像は何回見てもやっぱり感動しますよね。ですので何回でも乗りたいかなと思いました。それでもやっぱり一般的にはトイマニの方がすごく人気があるっぽくて、ソアリン始まっても相変わらずトイマニの方は人気があるっぽくてですねその辺はやっぱりゲーム性のあるアトラクの方が人気があるんだなっていうのは、その辺は何なんですかね、日本独特なんですかね、よくわかんないんですけども、ただそのソアリンの方は博物館がですね、展示物がやたら多くてですね、そこが見どころ満載ですよね。だからそれを例えばもうじっくり見るためにやっぱ撮影していくしかないと思うんですよ。一個一個撮影していこうと思ったらやっぱ時間がかかって、それなりにやっぱり何回か通わなきゃいけなくて、そこですねなのでじっくりこれから通っていきたいなとは思うんですけども、さすがにねこの日、僕が行った日は日曜日、夏休みの日曜日だったんですけども、ファストパスが開園15分で終了と、まあ無理よなっていうね。で、始発で行って開園待ちが前から5組目ぐらいでもスタンバイで80分と、でその後は250分ぐらいまで行ったんかな、最高いわゆる4時間ですよ4時間4時間待つんかっていうね。なのでまあこの先はまあもうちょっと落ち着くとは思うんですよね。時期に年末ぐらいには落ち着きそうな気するんやけどな
統計的なデータはないんですけど、僕が見てる感じ、周り周囲のあのリアクションとか見てる感じだと、まあ、1回見ればいいかなっていう人が多いんですよね。なので時期に落ち着くと思います。その反面、トイマニとかいわゆるそのゲーム性のあるやつってやっぱりハイスコア目指したくなるじゃないですか。もう次はもっと頑張ろう、次はもっと頑張ろうと、まあそれのループがニーズとしてありますんで、やっぱ通うと思うんですよね。一方ソアリの方はそういうのがないんで、一回見たらまあいいんじゃねみたいな、ね、そういうお客さんが多いんじゃないかと思って、今後は空いていくんじゃないかと期待しております。で、いろいろそのアイテム、プロップっていうんですか、そういうやつをじっくり見ていければいいかなと思います。もう一回ソアリン終わりまして、出口に向かってます。出口、ここには海賊を志す者がいると聞いた。終了。